Thank you.
Thank you.
を牛耳して、ちょっとお話しします。演奏している生徒たちは高校生ですので、16歳、17歳、18歳です。私は76歳です。同じぐらいですかね、皆さん。大体同じぐらいですかね。話がありますよね。ですから生徒と私は60歳ほど違う。いろいろ差があって、ギャップ等々は感じると思います。そこで生まれたのが、小話。Thank you.
次はマイウェイですね。皆さんよくご存知です。いろんな人がカバーしておりますけれども、一番有名なのはもともとのフランク・シナトラが歌っております。何を歌っているかと言いますと、ちょっと訳しますとね。人生の終わりに近づき、幕が降りようとしている。私は充実した人生を送ってきた。あらゆることに挑戦した。それより大切なのは、自分の心臓の道を歩み続けた。後悔も少しはある。でも、改めて言うほどのことはない。なすべきことをなし、すべてをこの目で見続けてきた。進む道を自分で決め、そして何より自分の信ずる道を歩んできた。人は生きることとは自分を偽る人生には意味がない。正直な気持ちを言うのは生きること。苦難な時もあったが私は信ずる道を歩み続けたという内容です。